こんにちは。今日はエレコムの新製品エプリーを思いっきり楽しんでみたいと思います。このエプリーっていつでもどこでも簡単にスマホの画像をプリントできるみたい。そうなんや、すごいな。使い方もシンプルで Wi-Fi で使えるみたい。めっちゃシンプルな。大きさもカバンに入るもんな。ほんまや。充電器入ってないけど、充電ってどうするの？それはな、このコードをスマホの充電器につなぐと充電できるみたい。それ助かる。私パソコン持ってないからスマホの充電器使えるの嬉しい。本体にこのカートリッジをセットするみたい。ここを持って本体にセット。あとは電源ボタンを押すだけ。続きまして、エプリーアプリをダウンロードします。エプリーって無料のアプリが用意されてて、これを使ったらフレームやスタンプがあったり落書きできたり遊び方が広がるんだって。したらめっちゃ面白いで。スマホで撮る、出す、遊ぶ、振り出し、エプリー。もっと詳しい遊び方はこちらを見てね。あと撮った画像をシールでプリントできるカートリッジもあるんやって。はい、カット OK です。お疲れ様です。これめっちゃ面白いな。ほんま、みんなに教えたろ。